皆さんようこそこんにちは。アルファレッシュ。毎月7万円ほど支給すればいいんですよ。この言葉にピンときた方は多いのではないでしょうか。まだ記憶に新しい2020年9月、パソナグループの竹中平蔵会長がテレビでこう発言し、ネット上で大炎上したのが、毎月決まった金額を国民全員に給付するベーシックインカム論だよね。月に7万円で生活できるかといったツッコミや、一定以上の収入がある人から後で回収するなんてベーシックインカムではないなどの指摘に加え、そもそもベーシックインカムを導入すること自体の是非を問う声も出ましたが、問題の本質はこの制度を今の日本に入れることで一体何を目指しているのかという政府の思惑にあると言えます。中国を訪問した時に大きな感銘を受けたという竹中氏は、スーパーシティとキャッシュレスをセットで日本に導入するために現在尽力中です。そしてこの竹中平蔵式ベーシックインカムの先にあるイメージもまた中国の成功例が色濃く反映されています。国家全体のデジタル化を急速に進める中国では、国民につけられた信用スコアの点数によって受けられる公共サービスに差がつけられており、政府が好ましくないと判断した人物はまともに暮らせなくなると党幹部が公言するほどに、信用スコアは完全管理型社会のツールとして機能しています。デジタル化した世界ではボタン一つで簡単に人の行動を止めることが可能です。例えばデジタル通貨が普及すると現金という概念すら消えるので、タンス預金もできません。それゆえにデジタル化とベーシックインカムがセットになると、国民は生きる術を政府に強く依存することになってしまうよね。蛇口を開くのも止めるのも政府が握ることになるので、今後政府への抗議や暴動などは大幅に減っていくことが考えられます。現に中国では政府が導入した信用制度とキャッシュレスの組み合わせを導入して以来、人民の泳ぎが格段に良くなったと言われています。信用スコアが落ちると社会的サービスへのアクセスが断たれ、まともに暮らしていけなくなるからです。日本でも某ペイ銀行が個人の信用スコアを企業に販売し始めており、2021年5月に成立したデジタル改革関連法では個人情報保護法が緩められ、これからは思想信条や犯罪歴、病歴などのセンシティブな個人情報も次々にデジタル化されていきます。信用スコアに近い制度が日本にも刻々と近づいてくる音が皆さんには聞こえているだろうか。社会保障を切り捨てて派遣システムなどの雇用の流動性を重視する新自由主義政策を推進してきた竹中氏は、ベーシックインカムを入れる代わりに生活保護や年金を廃止して、その分の予算を他のことに回すと主張しています。想像してみてください。社会保障が一つまた一つと廃止され、毎月デジタルマネーで振り込まれる給付金がセーフティーネットだなどと呼ばれる社会のことを。信用スコアで引っかかり給付が止められる可能性はゼロではない。現金でなくデジタルマネーが主流になる社会では、誰が蛇口を開け閉めするのかが死活問題になるのです。共に絶望してください。これらのことに当事者である日本人はあまりにも無関心です。今回はここまで。また動画を投稿するね。どうしたタイミングっておかしくって笑ってる。変わりない今の景色をカメラに詰め込んでく。色づくかけらを集めて夢見たと落ちる。
会いたい。